ドをぶっ飛ばすのは俺だからな。邪魔すんなよギザを。え、こら、人の話聞いてねえのかバカザル。カイドウを倒すのは俺だ。どこだカイドウ。このまま負けっぱなしじゃいられねえ。それより周りの敵を片付けるのが先だろう。まともに進めねえ。あとカイドウをぶっ飛ばすのはこの俺だ。うまくいったな。あとはこいつらを倒すだけか。やるぞ麦わら。着いたのか。こうなったら先にあいつをぶっ飛ばそう。
ビッグマムだと。カイドウを倒す邪魔をしやがったら承知しねえぞ。行くぞ。止められるもんなら止めてみろ。出てこい麦わら。この島にいるのは分かってるんだ。
ってろ。カイドウは俺がぶっ飛ばす。黙るバカザル、お前こそ足でまといだ。引っ込んでな。ガキど、誰をぶっ飛ばすだ。戦力に加えてやる。こんなのだけな。俺は海賊王になる男だ。よっと。おえ、ファイゾン。おえ、ファイゾン。エクストカルバリン。はっ。よっ。さあ、はっ。俺に服従を誓え。よっ。はっ。よっ。レイズミス。はっ。話にならねえ。最悪の世代だと笑わせるんじゃねえ。お前らがやってんのはただの海賊ごっこだ。貴様、カイドウ、お前。バカめ。こんな野郎と組んだくらい俺の首が取れるとでも思ったのか。お前らみてえなガキが海賊王になるだと。図に乗るな麦わら。俺の下につく気がねえならもういい。二人仲よく死ねえ。かつてこの世の全てを手に入れた男、ゴールド・ロジャー。彼の死に際に放った一言は人々を海に駆り立てたという。グランドラインの果てにあるというワンピース、その宝を狙い世界中の海賊が海へと乗り出した。人々はロマンを追い求める。世はまさに大海賊時代。なんかが海賊になれるか。なる。俺はいつかこの一味にも負けない仲間を集めて世界一の財宝を見つけて海賊王になってやる。おお、俺たちを超えるのか。じゃあこの帽子をお前に預ける。俺の大切な帽子だ。いつかきっと返しに来い。立派な海賊になってな。怒りを上げろ。おお、金出発だ。そして少年の冒険は10年後のこの場所から始まる。10年後。いやー、今日は船出日和だな。まずは仲間集めだ。10人は欲しいな。よっしゃ、行くぞ。海賊王に俺はなる。We'll be right back.
かくしてモンキー D ルフィは幼い頃に出会った偉大な海賊赤髪のシャンクスとの約束を果たすため一人海に出た。そしていつか海賊王になるという夢を胸に海を進むルフィはイーストブルーで様々な出会いを経験する。海賊狩りの剣士ゾロ、狙撃手のウソップ、コックのサンジ、航海士のナミ、そして海賊船ゴーイングメリーゴぼちぼち時間だ。ヒーロー、クロコダ、ええ、クロコ、国の人たち、しかしクロコダ、まずはそれを、逃さねえぞ麦わら。諦めな、俺とルフィは止められねえよ。なんでここにいるんだよ。話は後だ、協力して片付けちまう。なんですぐに海軍に見つかってんのよ。ストライク、ショートガス、余計な真似しやがって。余計な真似をするのはこれからだ。選んでやがる麦わら。さあ、すごいな煙。36ポンド砲。レッド、ハイフモワイト、ストライク、ドン。増援を連れてくる。彼らは奴らを足止めしておけ。はっ、ちょっと、ポンド砲、ちょっと、ポンド砲、はっ、ナイフ、エミ、ゴスケに海軍を蹴散らすぞ。任せとけ、イエス。サン、ジョン、このままで終わるか。サン、ドル、ユーツメ、36ポンド砲。サン、どけよ、どかねえならぶっ飛ばすぞ。36ポンド砲。72ポンド砲。サン、ドル、
Hey!